では、ではいただきます。今日はですね、この節約しながら楽しく行こうということで、まあこちらスーパーで買ってきた、だいたい250円、60円ぐらいで、まあ、買ってきた、まあ、焼き鳥と、あとは皆さん大好きな、このタルハイ。タルハイの、これはプレーンですね。では、始めます。で、消費税プラスしたら、まあ大体300円ぐらいと思います。300円と、まあこちらが、まあ大体130円ぐらいということで、焼き鳥はね、塩かどうかっていうのはね、この向こうの方あるじゃないですか、このスパイス。このスパイスをね、何のスパイスでいこうかなっていうことですね。まあ、とりあえず焼いていきます。こちらの黒瀬スパイスですね。ねえ、そうですね。で、この、クロセスパイスにこちらのクレイジーソルトでいきましょうか。今ある決まったことに対して、まあ、楽しく生きていこうという、はい、でこのどうしようかな、このマキシムとかもいいんやけど、このマキシム、これもなかなかいいですよ。これちょっとどうしようかな。これでいこうかな。あ、やっぱりこれだ。チキン専用のハーブピンク岩塩。これちょっとたっぷりと出ちゃうかな。楽しいでしょ？マキシムってどんな味っていうか、まあ基本的にはね、なんかミックスされたスパイスなんですね。まあそれをちょっと一つずつ。よっしゃ。では焼きましょうか。よし。そう。まあ今日はまあこのようにいろんな、この青さ塩とかいいぞ。はい。うん。幸せな音聞こえますか？まあこんな感じです。そうですね、雨降ってますかね。ジローさんの焼き鳥食べたい。確かに。ちょっとこう何を飲むか今日はね、もう一回見てください。ついに噛んで登場とか言って、あ、イケメンではないですよ、本当に。タルハイです。タルハイって言うたら西成で言う山木でよくこのレモンタルハイですね。在宅勤務やからもう家にいますとか言って、はい。なかなかこのプレーンがないですよね。お、香川は雨ですけど、大阪はね、雨降ってないんですけど、でも明日はね、記録的な雨が降るということで、ちょっと気をつけんとダメかもしれませんね。よっしゃ。あ、ええ音、めっちゃ匂いする。一緒に飲んでますか？でももう一度こっちに向けて、うん。じゃあ皆さん、乾杯しましょうかね、乾杯。では、いただきます。これね、レモンも美味しいですよ。うまい。うん。居酒屋で超人気、大人のサワータルハイですよ。レモン、そうですね、まあ本当にいろいろ負けるな、もうまさに。この焼き鳥はどこで仕入れたか。この焼き鳥はですね、スーパーで売ってまして、自分で実際ね、焼き鳥を買って、やるのも、まあ、確かにいいんですけども、まあ、スーパーでよく売ってるやつを買いました。で、まあ、300円ですね。消費税込みで、300円です。と、くっと。いや、もう間違いなくいろんなスパイスの香りがする。緊急事態宣言ですというね。確かにまあその中で皆さん楽しみましょう。300円で思いっきり楽しむ。そう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 、はい、これ本当にそれが大事ですね、はい、その
タルハイとポンジュースレギンさんのポンチューになりますね。鳥一匹捌くところから作る動画、いやそれをしたいですね。いやまあそれいつかしたいなっていう気持ちがあります。健康診断近いからお酒減らさないとってそうですね、健康診断でもね、あのまあそうですね、健康診断前だから抑えるっていうのはね確かにいいんですけども、あなたのありまままですかね、それを見てもらうのも一つかと思うんですよね。うん、ちょっとこう蒸らします。よし、ちょっとだけ蒸らす、ちょっとだけ蒸らしてから意外と時間かけてじわじわと焼くんですよ、弱火で。うわー、ええ香りしてきた。よし、お、美容室も、早めに閉めてハイボール、いいですね。はい、ちょっとこれまたいただきますね。うん毎回こんな風にしてる。これね、もう1本しかない、1缶しかないんですよ。買いすぎるともう何本でも飲んじゃいますんでね、たまにこれ口角がねうまいこといかないんですよね。うん、よし、蒸し焼きにある程度しないと、そっからねこうパリパリパリとこうさせていくわけですね。これ串がね燃えちゃったら怖いんで串の燃えたらええ香りしますけど、サラダチキンで焼き鳥作ってくる、あそうか、ちょっと今ネタもらいました。あのサラダチキンで焼き鳥しましょうか。うん、お、安倍さんの会見より芸人さんの元気が出ます、ありがとうございます。いやこれちょっとあの皆様でね本当にこう乗り切りたいですね。乗り切りましょう。できる範囲、制限下の中ですけど、できる範囲の中で楽しむ、もうこれが一番です。で、今日挙げた芸人さんの背後リズム取ってる誰ですか、あれ息子ですね。これね、あの味付け全部違うんですね。ひっくり返したら味付け忘れるから、だから本当やったらこうこれでこうしたらいいんです。あ、そうか、こうしてまたこうしたら一緒か。いつも瓶ビール10万円テント、あたいも西成行きたいのに我慢ということで10万円テント買おうと。10万円テントってあのサーカスですか。サーカスとかあのこっち高いでしょ。ホットサンドプレートで焼き鳥初めて見ました、ぜひ豆に。あ、面白いですよ。ホットケーキミックスで何か作ってみてください。ホットケーキミックスで何かできるものはね、アメリカンドッグみたいなアメリカンドッグをやってみたいですね。このね、調味料の棚ね、いつもねこれ用意してるんですけど、あのごちゃごちゃこう置くとね置けないんですね。そう、スパイスボックスだけ目に行くでしょ。これもあの目に行くんでしょうけど、意外とこの後ろがね主役のような気がします。もう1ヶ月我慢、耐えてって業務スーパー行きました。そう、業務スーパーね、ちまき絶対おすすめです。はい、高いですけど500円ぐらいしますかね。うん、5個入って500円ぐらいするんですけど、めっちゃうまいですね。あれで酒のあてになるんで、僕はの朝昼晩食べてますね。食べてる時ありますね。もうあの高いんでね、そんなにないんで、ある時はねバッと食べますね。まあ妻が買ってきたんで、山木で10万使いたい。いやほんまに山木で10万使いたいな。まあでもそれぐらいやりたい気持ちはすごくありますね。そのホットサンドメーカーでイカ焼きとか作ってください。あ、ほんまや。いや、あの今後の動画としてこの節約晩酌、まあお金を出してね、いいもの美味しいものって当たり前なんですけど、いかにこの、あ、まあ、大体限られた予算っていう僕の小遣いの中で、僕の小遣いってあの1ヶ月決まってますんで、その中でこういかにどう楽しくまあ行くかということで、まあ縛りをかけて500円という、まあ、500円でなんとか美味しくっていう中でやっていきたいですね。前に山形行った時もなんかこうネギマって言ったら豚でした、豚とネギでしたね。仕事終わってみます、炙り屋購入しました。あ、いいですよ、炙り屋でね、あのホッキ焼いてください、いいですね。あ、イワシのなめろ作ってる、あ、なめろいいじゃないですか。あのカチ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 ってするんでしょ。そう、弱火強火でカットするから、弱火でね蒸し焼きしながら最後に表面こうちょっとこう色目つくぐらいパリッと刺して食べる方がいいですね。晩酌毎日ですか、週に2日は休館日を設けてますけども、今やはりこうなんかなかなかこの自宅でずっとおるので、晩遅く飲んでその次の日1日明けたとしても、なんか
1日開けても1日開けてないような感じがしたりしますね。だから週に2日は開けてるんですけど、あ、なんか開けてるような開けてないようなっていう。え、アイエンドさんですね。さて乾杯ありがとうございます。これ1本しかないんでね、だから飲みすぎたらもうなくなっちゃうんで、だからちびちび飲んでますけど、本当にありがとうございます。ちょっとこのカメラよう分かってきた。わ、いい感じになってきたぞ。好きな調味料は何ですか？間違いなくクロススパイスです。ウーバーイーツ駅前に頼んでみた企画。あ、ウーバーイーツもいいですね。ウーバーイーツ家に届かないんですよね。ウーバーイーツって都会しかないじゃないですか。350円のワインを飲んで、めっちゃいいじゃないですか。何飲んでるんですか？350円いいですね。大福みたい。大福は今ちょっと寝てますね。あー、すげくいい匂いしてきた。こんばんは。棚の色いいアクセントになっていいでしょ。これこの辺にこうステッカーとか貼ったりとかしたいですね。今から飲みます。めっちゃいいタイミングで生放送。私もサンド買おうかな。あ、サンドいいです。このサンドめっちゃいいです。このケースかわいいでしょ。これ売ってますし、で、なんかダイソーとかでこういう あるじゃないですか。DIY できる方はもうそれをね、うまいことをしてやった方がいいですね。そうすれば愛着湧くと思います。てか、これがね、クロセスパイス。これ、ケンチのおすすめなのはね、このまずクロセスパイスですね。クロセスパイスにかけたこの焼き鳥。うん。さあ、これをまずこういただきましょうか。いやー、贅沢な時間です。どうも。では、いただきます。うん、なんかほわって変な色になってる。うまい。クロセスパイスがうまい。うん、あ、うま。2回目で口角なるってことは分かった。わあ、やっぱクロセスパイスうまかったな。ハワイベランダ広くないです。口角で撮ってます。プレイソート。今日もお仕事お疲れ様です。一緒に乾杯しましょう。乾杯。クレジソートあげ、たまには夕方には炙りを使ってます。あ、てかめっちゃ使ってますよ。昨日も使ったんで。よっしゃ、クレイジーホットサンドで豚バラ焼いたら油飛び散らない。あ、その通りだ。このあ、ケンさんの動画を見ると元気になります。ありがとうございます。夕飯前なんでね。ではちょっとこれをいただきます。すごい面白い現象になってる。なんか周りが、めっちゃシャキシャキ。このね、ネギってこのやっぱりこの白のシャキシャキのところが美味しいですね。ちょっとこれね、マキシムいっぱいかけすぎたんで、こちらあります。マキシムってだいたい沖縄とか九州あたりに作られてるですよね。ケンさんはイケアのホットドッグ、ソフトクリームはもちろん食べますよ。ホットドッグと、2つを絶対食べますね。スパイスの量がすごいって。乾杯ということで、こちらがマキシムオリジナルスパイスですね。ではいただき。こんだけいろんな味付けをすることによってすごく楽しい。うん、お、仕事終わり見てますとか言うて、ダイビングで飲んでるケンさんが好きなのに、ダイビング毎回いい、買えることないじゃないですか。結構高いんですよ、ダイビングって。ダイビングっていうのはご褒美なんですよ。チキン専用ハーブピンク岩塩。これ、こっちのスパイス。これね、半額のシールを貼ってたんで、こう、めくってたんですけど、スパイスって高いんですよ。半額の時に買うのが一番いいですね。年月経った方が美味しいものは美味しいんで。いやー、もうこれ食べて飲んだらもう終わりになります。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。